もうすぐ解凍祭だよな。この時期きっとみんないそいそと買い物して自分家をお祭りモードで飾りつけてるはずだぜ。今年はどんなテーマなんだろう。気になってきたぞ。リーユエコーをあちこち回っていろいろ聞いてみようぜ。丸見えね。北西、シャルロット？意外な組み合わせだな。久しぶりね、旅人パイモン。ヒヒ、お前たちの話を邪魔しちゃってないよな。安心して。国生さんをインタビューしてたわけじゃないから、タコの購入について相談してたの。タコ？お土産用にリーユへの工芸品を買ってコンテナに持ち帰るのか？そうよ。それにパイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の解凍祭のテーマはまさにタコなの。リーユエコーは絶えず発展している。だから解凍祭も古いものばかりにとらわれず、新しい流れも組むべきだと思ったの。私たち七星はリーユへの伝統を継承しつつも、他国の技術も参考にしてみようと考えたわ。多山の石持って玉を収むべしってわけね。私が前回リーユエコーに来た時、天智連の行幸さんから協力について話があるって言われたのを覚えてるかしら。それがこの件だったってわけ。まあ共同事業を推し進めるって言っても、私はただ自分の人脈を使って行幸さんに何人か面白い人を推薦しただけよ。話し合いをもとに最終的に選んだ案が、リーユへの伝統工芸品であるタコとフォンテーヌのマシナリー式フローティング装置を組み合わせるというものだったわ。マシナリー式装置？なんだかすごそうだな。でもタコって風の力を借りれば飛べるもんだろ？なんでマシナリーに頼るんだよ。答えはその質問の中にあるわ、パイモン。タコがどれだけ高く遠くへ飛べるかは、糸を持った人の技術だけでなく、その日の天候にも左右されるでしょ。風のない日だと、どれだけ経験がある人でも水の中のスイートグッピーのようにやきもきするしかない。その通り。リーユエがこうして人が治める国になったんだもの。だから自分たちで工夫してタコを飛ばせるようになろうと思ったの。それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほど、大勢の人が参加してくれるはずだわ。でしょ？私もこのアイディアは目の付けどころがいいと思ったわ。しかもコストだってそうかからない。シャルロットさんのおかげで共同作業も順調に進んで、新型のマシナリー式タコも港の屋台で販売されるようになったわ。今のところ供給は十分足りていそうね。価格設定については私たちも試行錯誤して、伝統的なタコと比べてもさほど高くないものになっているの。おお、いいな。国生
もシャルロットもそれから行幸もオイラと同じでおもちゃが好きだったんだな。おもちゃね、そう。ほらね、国生さん、みんな第一印象はこんな感じなのよ。ええ、確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、特殊な儀礼で使うことを除き、多くの人が民間のおもちゃだと認識しているのは否めないわ。でも私にとってタコはそれだけではないの。みんなはあまり想像できないかもしれないけど、軽い上に薄くてたった一本の糸で空高く飛べる紙のタコというのは、同時にリーウェの古今の魅力を乗せた宝でもあるの。古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん、天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーウェの詩人はよくタコで思いを表現したり、田園風景を読んだりしていたのよ。もし今の私たちがこういった遊びから趣を汲み取ることができれば、きっとこの先もより多くの人が伝統の美を感じ取って伝承していきたいと思ってくれるはずだわ。さすが国生だな、オイラよりも考えが何歩先も行ってるぞ。物知りなのね。私も勉強になったわ。こういう話を気に入ってくれるなんて私も嬉しいわ。タコにまつわる民話ならいろいろ知っているわよ。例えばタコが思いがけず飛んでいってしまったら、仙人が風で持っていったってみんな言うの。これは不運を吉兆として捉える一種の言い方ね。へー、他にも面白い話ってあるのか？面白い、そうね。あ、じゃあタコの制作に関することはどうかしら。これもある種の貴重な伝統工芸なの。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わっていたと聞くわ。細い竹で骨組みを作り、紙に好きな絵を描いて貼り付け、糸を結ぶ。そして空を見上げて、その手でタコを雲のそばまで届けるの。タコに名前や願い事を書いて、最後に糸を切って自由に飛ばす人もいれば、素敵な願いをタコの絵柄に込めてる人もいるわ。その絵柄と願いにはどんな関係があるの？ぜひメモしておきたいわ。そうね、例えば蝶の模様をあしらったタコは束縛を破り、自由や幸福を追い求めることと関係している場合が多いわ。へえ、他にもあるのかしら。ツバメ飛びは一番伝統的なもので、幸運や吉報を意味しているわね。色によっても細かな違いがあるわ。
リーユエではこういった意味が自然と人々に定着していったのかしら。フォンテーヌの花言葉みたいに。ええ、そうでしょうね。両親や祖父母に聞けばいくつか知っているって人も多いはずよ。もし興味があるのなら、こういった題材を扱った書物を家で探してみるわね。見つけたら貸してあげるから、ぜひ参考にしてみて。ありがとう、すごく助かるわ。よし、リアルで生き生きとした記事、構成もバッチシ思いついたわ。さて、オイラたちもいろいろ見て回ろうと思ってたし、そろそろ行くか。ええ、じゃあ私はシャルロットさんを家に連れて行って、ついでに少し休憩することにするわ。そうだ、今年は総務士がタコ揚げの大会を開催する予定なの。日時は回答祭当日の夜よ。旅人とパイモンももし興味があったら、ぜひタコを持って参加してみてちょうだい。ルールは簡単よ。制限時間内にタコを一番遠く、高くまで飛ばせた人が勝ち。その人には特別な栄誉が与えられるわ。それから秘密の報酬もね。私はその夜のためにフィルムをたくさん用意したわ。当日は壮大な夜景が広がること間違いなしだもの。報酬あるところにオイラたちありだぞ。じゃあ二人の活躍を期待しているわ。うん、また大会当日に会おうな。お、旅人、待った。右を見てみろ。ああ、こっそり見るんだぞ。あそこの二人が見えるか。お前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話してた時、あの二人がじーっとオイラたちのことを見てたんだ。それに表情もすごーく怪しかったぞ。うん、そういうことなのかな。いや、オイラやっぱり安心できないぞ。あいつら砲塔団なんじゃないか。以前の怪盗祭でもいつも砲塔団が問題を起こしてたし、やっぱりここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。オイラは左、お前は右からな。我らを捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、ずいぶん古めかしい喋り方だな。お前たちの方こそ何を企んでたのか言ってもらうぞ。人の会話を盗み聞きするなんて明らかにいい人じゃないだろう。正直に言え、まずは名前からだ。この二人にならば隠す必要もあるまい。
我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。我のことは高尚と呼べ。仙人マンが、あの偉そうな鹿の仙人が自分から李有光に来るわけないだろ。うんふん、大門、口が過ぎるぞ。ふん、オイラの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。お前まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月と共に人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもオイラの経験上、綿密な計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。今から仙岩軍を呼んで、仙人のふりをしてるこの悪い奴らをとっ捕まえてもらうぞ。何を言っておる、島ようたか。そうだぞ、ちゃんとした証拠を見せてくれよな。通りすがりの誰もが知ってるようなことじゃダメだぞ。まったく。前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いて炎竜神を料理したであろう。あの即席炎竜神の味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借りて調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神器を背後の琥珀に隠しておったではないか。それは。昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって。まあいい、お前と争うのはやめだ。そこまで話してくれたら、さすがに分かったぞ。オイラの誤解だったみたいだな。悪かったぞ。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。お前は前々から基地に富んだものであったな。龍雲がお前を高く評価したのもうなずける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも、昨月地区よ、お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろ。
方なくだ。リューンがリーユエ港へ行ってから、山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らは龍雲が今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、今日に至るまでその影を全く見せておらん。龍雲は物事を忘れるようなものではない。俗に言う、山動かずとも水は動けるというものだ。友が皆リーユエ港にいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ、龍雲を探しておったのだ。だが、先ほどお前らがそのマシナリー式タコとやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな。やはり帰ることにしたのだ。え、リュウンを探しに行かないのか。パイモンが知らぬのも無理はない。龍雲の性格を考えると、今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。自信家で傲慢な龍雲は、自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み、花田錦の改造に勤しんでおるだろう。故に我らはいらぬ邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば、我らの代わりに挨拶を頼む。気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ、遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみようぜ。大きくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するためにな。いらっしゃいませ。タコのご購入でしょうか。ご希望でしたらそれぞれの絵柄について簡単にご紹介しますよ。ツバメトビに蝶々。お、これって。ああ、こちらの群玉閣のタコは最新のものですね。ここ最近よく売れていますよ。もちろんです。群玉閣は豊かな富を象徴しています。この先多くの財を成せるようにという祝福が込められているんです。うーん、
失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか？ええ、そこに置いてあるのがそうです。素材の紙に竹串、染料、どれもタコを作るためのものになります。わかりました。ではこちらで包んで慰労府まで届けるようすぐ表紙に連絡します。慰労府？怪盗祭中はどんな感じなんだろう。ちょっと見てみたいな。おや、慰労府に興味があるのですか？もしそこに行くのでしたら、お手数ですがガミンに声をかけて一緒にこれらの荷物を運んでいただけないでしょうか。ガミンってさっき言ってた表紙のことか？ええ、私たち脇町は主にリーユへの交通輸送を担当しています。そして表局は脇町に属する組織です。ただ一つ問題がありまして、怪盗祭の期間中は多くの同僚が休暇を取って家に帰り家族と共に過ごします。仕事を受ける者が一気に減ってしまうのです。もしあなたたちが手伝ってくれたら、少し予定を前倒しして私も次のお客さんに会いに行くことができまして。聞いた感じ本当に忙しいみたいだな。よかった。もちろん報酬は十分にお出ししますので。この時間だと画面はおそらく近くにいるはずです。この大通りに沿ってまっすぐ進むと、右手側に銃武劇で使う道具が置いてあるので、そのあたりにいるでしょう。タコを買うのであればまた後でいらしてください。お二人には割引しますので。そういえば私の叔母のことはご存知ですか？みんなから山婆やと呼ばれてる人です。叔母が以前ガミンについて話していたことがあります。親切で話しやすく良い青年だと言っていましたよ。せ風よ知れ。おいおい、負けた方がザオ茶をおごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろ。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くないガミ。俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。さっき脇町の人が来て慰労府に荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、ああ、老衆の兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。じゃ、お先に失礼すんぜ。そうか、行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないからな。さ、荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。
くる材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか。なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。礼を言うぜ、お前にも。え、オイラたちのこと知ってるのか？リーウェじゃ、お前らを知らない奴の方が少ないんじゃないか？話はいろんな奴から聞いてるぜ。すっげえ有名人なんだよ、お前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても、気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげえ忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし。だから、多めに見てやってくれ。それで、今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん。この時期のリーウェは一年で一番賑やかだからな。オイラたち、お前にくっついて慰労府を見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ。一緒に行こう。慰労府までの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも、冗談を披露するのも、雑談で退屈を紛らわすのも、全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富。さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。うめえの保証。新しい友達の前なのに、オイラのイメージをダウンさせるようなこと言うなよ。まったく。大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ。オイラたちずっと旅してるから、必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんたって俺は表紙だからな。暇を持て余しているのなら、わらわの家に来て、ここ最近の面白い出来事を話してくれぬか。言ってたんだ。びっくりしたぜ。ちょっと目を離した隙にいなくなっちまったから。ああ、ごめんごめん。さっきは
簡単には説明しづらいな。ま、いいさ。ここら辺の参道は歩きにくいし、霧が立つこともあるからしっかりついてきてくれよ。うん、引き続き進もうぜ。やっはっ。もう少しで不当に着くぞ。あと数歩だ、頑張れ。待った、下がれ。ここは俺に任せろ。マジかよ。へい、静粛に。手をつなぎましょう。ふん、ふん、やっ、ひゃ、へい、小さな痛みは強い励み。荷物の輸送中にちゃちゃ入れられんのはいつものことさ。だから俺ら表紙がいるんだ。ところでお前、さっきすごい動きしてたよな。ああ、あの動きは表紙とは関係なくって、俺の趣味だ。聞いたことあるだろ、十部劇って。マジかよ。十部劇って、いや、新玉の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ。誰かが新しく店を始めたり、誰かの家で祭日を祝ったりする時なんかに呼ばれて舞を披露するんだ。まあ、リーユエ劇とは比べ物になんねえけど、自分でも分かってんだ。リーユエ校で十部劇を見たいって人はあまりいないってな。だからせいぜい副業程度にしかならない。おい、副業でやってるのか。お前そんなに体力あり余ってんのかよ。おう、全然へっちゃらだぜ。ちょっと休めばいいだけだしな。お前、毎朝自然と目が覚めるまでぐっすり寝てるんだろう。いや、徹夜で札遊びしてたぜ、昨日の夜も。そうなのか。さ、先に進もう。埠頭はすぐそこだ、ついてきてくれ。ごめんごめん、ちょっと急ぎすぎたか。でもずっと外を旅してたって言ってたろ。リーユエは参道が多すぎて飛ぶのが疲れるんだぞ。はぁ、せっかくお腹いっぱい食べたのにまたペコペコだぜ。ならどんどん数でも食うか。店で買ったやつだけどな、俺が作ったんじゃなくて。おいおい、食いしん坊すぎやしないか。お腹いっぱいになったら飯が入らなくなるぜ。オイラは生まれつきたくさん食べるんだ。ほら、お前が生まれつき体力いっぱいで
どれだけ歩いてもどんだけ仕事しても疲れないのと同じようにな。なるほどな。ほれパイモン、あと旅人の分も。白草おじちゃんもお疲れ様っす。横に置いとくぜ、おじちゃんの分も。うまかったぞ。おいら復活だぜ。大げさだな。どんどん数は子供の頃から食べてるんだ。道端にある屋台から町の大きな飯屋まで、いろんなとこで作られてるけど、どこも少しずつ味が違う。気に入ったんならその店の住所を調べて教えてやるよ、帰った後にな。おっと、俺としたことがおしゃべりしすぎたか。静かに景色を見るのを邪魔してないよな。もしうるさかったら言ってくれよ、俺なら大丈夫だからな。気にせず率直にな。大丈夫だぞ。お前って喋りのテンポが良くて賑やかだし、話してて面白いからな。お腹いっぱいになったから機嫌がいいとかじゃないよな。それとこれとは別だぞ。やっぱり若竹が必要だな。お、着いたぞ。荷物を忘れるなよ。それと降りるときは足元に気をつけてくれ。踏み外したら水の中にドボンだからな。白草おじちゃん、ありがとな。体に気をつけてくれよ。じゃ、またな。さ、ついてきてくれ。あっちから行くのが近いんだ。氷極は上にあって、リフトで上がる必要がある。ゆっくり歩いてくれ。どうしたんだよ、街はこんなに賑わってるし、もう放蕩団だっていないだろ。それはなんつうか。なんだよ、はっきり言えよ。見えるか、あそこにいるおじちゃんとおばちゃんが。あれ、みんな俺の親戚なんだ。ほえ、親戚が多いんだな。あの人たちが買い物すると日が暮れるまで帰らないんだ。はあ、参ったな。敵じゃなくてただの親戚だろ。何怖がってんだよ。あ、もしかしてなんかすごい悪いことでもしたのか。そんなわけないだろ。ただ親戚付き合いが苦手なんだよ。避けて通れるなら避けておきたい。機会があったらちゃんと説明するよ、お前らには。でも今は仕事が優先だ。左は人が多い、まっすぐ行こう。そーっとそーっと。
一旦ここで待機だ。おばちゃんが離れないか様子を見よう。さすがだな、お前ら。これくらい楽勝だぞ。ロンロン数を 2,3 口でペロッと行くみたいにな。なんだ、そんなに気に入ったのか。じゃあ、ロンロン数を小さな山になるくらい買って、その中に埋めてやるよ。ひひ、そん時はオイラの頭を外に出しておいてくれな。よっ、チキおじちゃん、荷物を持ってきたぜ。こっちの二人は旅人とパイモン、一緒にここまで運んでくれたダチだ。んじゃ、荷物は A さんおじちゃんのとこに置いてくるな。ああ、ご苦労だったな。そっちのお二人もありがとう。今お茶を入れるから少し休んでいくといい。大丈夫だぞ、オイラたちすぐ行くから。おいおい、せっかく来たんだしちょっと休んでけって。かなり本格的なんだぞ、俺ら氷局の小螺旋川。一度飲んだらまた飲みたくなること間違いなしだ。あと、チキおじちゃんも座ってな。おじちゃんに何でもかんでもやらせるわけにはいかないし、俺が入れてくっから。どっちも片手間にできることだ。俺がいっぺんに片付ければすぐ終わる。旅人は苦手なもんとかないよな。パイモンは甘いのが好きだから、お茶は少し薄めにしよう。あと、茶葉を使った点心も2つつけとくぜ。え、もうそこまで把握してんのかよ。君たちはガミンと知り合ってどのくらいなんだ。ついさっきだぞ。たまたま一緒にイローフに来ることになったんだ。ガミンってすごく親切だろ。だからちょっと話しただけで仲良くなれてな。ガミンはそういう子なんだ。覚えが良くて人間関係にも気を使ってる。私たちの知り合いにベテランの兵士がいるんだが、この前雨が骨にしみると言って一日休みを取ったことがある。そしたらガミンのやつ、わざわざ父母黒まで行って白先生に薬を処方してもらってな、徹夜して届けに行ったんだ。こんないいやつがみんなに好かれないわけがないだろう。ただガミンの家族は、チキおじちゃん、荷物を届ける人手が足りないって A さんおじちゃんが言ってんだけど、俺が届けてこようか。いやいや、それはさすがに大変だろう。でもタコの材料だし、家の子供たちが遊ぶためのもんかもしれないだろ。
この時期に送るってことはきっと怪盗祭に間に合わせたいんだと思うぜ。おっと、その前にさ、お茶を飲んでくれ。わかった。そうまで言うなら配達を頼もう。なあ、二人ともあさっての朝は暇してるか？蔵王茶でもどうだ。新月券で俺がおごるからさ。どうしたんだよ、そんな改まって。当然だろ、お前らには迷惑をかけちまったんだから。それに俺んちの状況を語るとなると一本の布地みたいに長くなる。だから座ってゆっくり話さないと。いいぜ、食べ物があるならオイラは断らないぞ。よし、じゃあ俺は行くな。また明後日。パイモン、腹を空かせとくんだぞ。忠告はしたからな。あいつ、オイラのことを侮ってるみたいだな。見せつけてやらないと、この器の大きさは。でもさ、ガミンの家庭環境ってそんなに複雑なのかな。ガミンって人当たりが良くて行動力も高いし、それに仕事だって丁寧だろ。何か衝突があるとは思えないけど。ああ、なんというか。いや、あの子が自分から話すつもりのようだし、おじさんは口出ししないでおこう。君たちは年齢も近そうだ。共通の話題も多いだろう。もしよかったら私の代わりに助言してやってほしい。頼まれてくれるか。おじさん、時間があったらオイラたちにちっちゃい旗を作ってくれてもいいぞ。こう書いた旗をな。趣味、人助け。なら作るよう頼んでおこう。他に希望はあるか？それ以外に書きたい文字とか。いやいや、ただ言ってみただけだぞ、冗談を。ガミンみたいに統治法で喋るのが映ったんじゃないか？お茶はまだあるか？おかわりはどうだ？もう大丈夫だぞ。せっかくここに来たんだし、オイラたち埠頭の方を見に行ってくるぜ。さっき親戚たちを避けてる時に路上にたくさん屋台があるのをちらっと見たんだ。リーフエコーにないタコがあるかもしれないぞ。ああ、じゃあ楽しんでくるといい。お茶のおかわりが欲しければ言ってくれ。休みたくなったらいつでも歓迎しよう。ガミンには何も言うことないが、あのことだけは心配でな。同年代の君たちの言葉なら聞き入れてくれるかもしれない。よく言ってやってくれ。全部丸見えね。
その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。ふむ、こやつを手本にするといい。これこそが年長者を敬う時のふさわしい態度だ。なんか年寄り風を吹かしてきたな。たこ揚げ大会のことを聞いて引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。あ、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう俗世の勝負事に対して腹を立てるようなやつに映っておるのか。いや、オイラじゃなくて利水と昨月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど。とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。あ、カオン。リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、すっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから茶葉がいいだろう。急用を思い出した。他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。え、待てって、オイラたちに荷物番させる気か。あいつ、現れるのも去ってくのも風みたいだな。おい、そういうのはすぐ真似しなくていいんだぞ。早く帰ってこいよ。強盗にでも会ったら危ないからな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。行営層直送高級茶、小羅千賀だよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。よい品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん、実は今怪盗祭の大安売り中でね。なんと三貫買うと1割引き、四貫で2割引きだ。4巻で2割引きだと、これはお得だ。テイ君とピンにも一つずつ持っていこう。では4巻もらおう。おや、もしかするとお客さん贈り物かい。だったらこっちの特製セットはどう。10巻で半額だよ。ほら見ておくれよ、この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感じを見事に演出してる。
親戚やご友人に送るんなら断然こっちの方が見栄えもいい。10巻は少々多いか。だが高魔耐性と弟子たちの分も入れれば。ふむ。それに10という数字はすごく縁起がいい。十全十美って言うでしょ。よし、お題の端数はおまけしてあげよう。いいだろう。ならそれを包んでくれるか。毎度あり。そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ、私の店もぜひ見ていってください。私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね、ここで売っているおもちゃは全てクロックワークマシナリーで動いているんです。小型で精巧、そしてすごく面白いものばかり。ならば言ってみろ、一体どこがどう面白いのだ。ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つ、しっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ、礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために足を止めているところを他の者に見られてはメンツが立たん。こっそり持ち帰って研究するとしよう。当然だ。わらわは人との付き合いを好まぬだけで、できぬわけではない。お前たちは買い物をしに来たのではないのか。イロフにタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさかお前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか。つまりその子供たちは皆参加したがっているということだ。ぴょんぴょん飛び跳ねたり、物欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。故にわらわも仕方なく、
手作りタコ教室を開くことにした。わらは自らタコの作り方を教えるのだ。おお、誰が参加するんだ。創玉、神格、関、ヨーヨだ。おお、たくさん来るんだな。大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。関、うん、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。わらわはかれこれ1000年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると、素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。その構造は六欠十二度をめぐり、まあよい、お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。喋ってたくせに、ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか。ああ、ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか。よかろう、材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。ではあさっての午後、奥蔵さんで待っておるぞ。カーン、帰るのか。こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在、他人の手を頼る必要などない。その名も流木運搬神器。おお、すっごいどやってるな。あいつ意気揚々と歩いてるけど、周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあまあいいか。ちなみに、あいつの箱の中にはマシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。だ、別に盗み見たわけじゃないぞ。飛んでる時にちょっとふらついて、うっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをあーだこーだ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ、絶対。おお、そうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。こ
これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。怪盗祭大安売り中、怪盗祭大安売り中、行営層直送の高級茶小螺旋が3巻で1割引き、4巻で2割引き、10巻で半額だよ。よくわからないまま売れちゃいましたが、リーウェのお客さんにとっての決め手は何なのでしょう。こちらも割引セールをやるべきでしょうか。